ウィリアム・スミス・クラーク、ウィリアム・スミス・クラーク、ウィリアム・スミス・クラーク、1826年7月31日から1886年3月9日は、アメリカ合衆国の教育者、科学、植物学、動物学の教師、農学教育のリーダー、1876年、明治9年札幌農学校、現北海道大学開校、初代教頭、 同大学では、専門の植物学だけでなく、自然科学一般を英語で教えた。このほか、学生たちに聖書を配り、キリスト教についても講じた。後に、学生たちは、イエスを信じる者の制約に次々と署名し、キリスト教の信仰に入る決心をした。日本では、クラーク博士として知られる。日本人から見るといわゆる、親とい外国人の一人である。 1826年7月31日、医師であったアサートン・クラークを父として、ハリエットを母として、マサチューセッツ州、アッシュフィールドで生まれる。1834年頃一家は、マサチューセッツ州のに引っ越した。ウィリストン神学校で教育を受け、1844年にアマースト大学に入学。の会員となる。1848年に、同大学卒業。 1848年から1850年に、ウィリストン神学校で科学を教え、科学と植物学を学ぶべく、ドイツのゲッテンゲン大学へ留学。1852年に、同大学で科学の博士号を取得。成績が非常に優秀であったので、同年、20代にして、教師就任の要請を受けて、アマースト大学教授となる。分析科学と応用科学を担当して教える。 これは1867年まで担当する。また科学だけでなく動物学と植物学も教え、計3つの専門を教えるという活躍をした。動物学は1852年から1858年、植物学は1854年から1858年に担当。時期にクラークは農業教育を推進し始める。というのは、 ゲッティンゲン大学で学んでいた時期にすでにそれに着目していたのである。1853年には新しく設立された科学と実践農学の学部の長になったが、これはあまりうまくいかず、1857年には終了した。これによってクラークは新しい農学教育を効果的に行うためには、新しい一部の教育組織が必要なのだということに気づいた。 マサチューセッツの丘大学、現マサチューセッツ大学アマースト校、第三大学長に就任した、初代と二大学長は、開学前に辞任しているため、クラークが実質的な初大学長である。1860年から1861年に、ハンプシャーボード・オブ・アグリの長、1871年から1872年も、再度就任。途中、 南北戦争に参加することになり、クラークの学者としてのキャリアは一旦中断する。アマースト大学で教えていた時期、学生の中に、同大学発の日本人留学生がいたが、それは、新島城、同志社大学の創始者である。任期中には、新島城の紹介により、日本政府の熱烈な要請を受けて、1876年、明治9年7月に、 札幌農学校教頭に赴任する。マサチューセッツ農科大学の1年間の休暇を利用して訪日するという形をった。クラークはマサチューセッツ農科大学のカリキュラムをほぼそのまま札幌農学校に移植して諸科学を統合した全人的な言語中心のカリキュラムを導入した。明治政府開拓史は欧米の大学と遜色ないカリキュラムを取る。 札幌農学校に国内で初めて学士の称号を授与する権限を与えた。札幌農学校におけるクラークの立場は共闘で名目上は別に校長がいたが、クラークの職名は英語でプレジデント校長と表記することが開拓士によって許可され、ほとんど実質的にはクラークが校内のすべてを取り仕切っていた。クラークは自ら模範となり、 学生をこぶ、激励するだけでなく、マサチューセッツ農科大学の教え子から生え抜きを、後継者に据えて規律及び諸活動に厳格かつ、高度な標準を作り出し、学生の自律的学習を促した。9ヶ月の札幌滞在の後、翌年の1877年5月に離日した。帰国後は、マサチューセッツ農科大学の学長を辞め、 洋上大学の開学を企画するが失敗。その後、知人と共に、鉱山会社を設立し、当初は大きな利益を上げたが、その知人が横領を繰り返し、果てに逃亡する。やがて会社は破産。その後、破産をめぐる裁判に訴えられて悩まされた。晩年は、心臓病にかかって、寝たり起きたりの生活となり、1886年3月9日、 失意のうちに59歳でこの世を去った。彼は帰国した後も札幌での生活を忘れることはなく、死の間際には札幌で過ごした9ヶ月間こそ私の人生で最も輝かしい時だったと言い残したと伝えられる。彼の墓はアマースト町ダウンタウン内にあるウエストセメタリーにある。ドイツ留学から帰国して、 数ヶ月後の1853年5月25日に、ハリエット・ウィリストン、ハリエット・ケプラニー・リチャーズ・ウィリストンと結婚した。ハリエット・ウィリストンというのは、とクラリサの間に生まれた娘で、ウィリアム・リチャーズは、ハワイ王国へ、ミッション、戦況へ行った人物である。1838年にハリエットと弟のライマンは、ウィリストン神学校で教育を受けるべく、 ハワイから送り出されたのであった。妻の父親、義理の父のウィリアム・リチャーズは1847年にハワイで亡くなるとになるクラークは、妻のハリエットの間に11人の子供を設けた。ただし、うち3人は生後1年以内に死亡した。札幌の学校1期生との別れの際に、北海道札幌軍月間村、島松駅停所。 現在の北広島一島松でクラークが発したとされるクラークの言葉がよく知られている。それはボーイズ、ビーアンビシャス、少年よ、大使を抱けとして知られていた。しかし、この文言はクラークの離日後しばらくは記録したものがなく、後世の創作によるものだと考えられた時代があった。一期生の大島政権、後の甲府中学校、 原稿府第一高等学校の学校長による、離別を描いた漢詞に、青年分岐率公名とあることから、これを逆翻訳したものとも言われた。しかし、大島が、札幌の学校創立15周年記念式典で、行った、講演内容を、安藤育三郎が記録。安藤が当時札幌にいた他の一期生に、確認の上、この英文を、クラークの言葉として、 1894年頃に同窓会誌、エリン十三号に発表していたことが判明した。安藤によれば、全文は、ボーイズ、ビー・アンビシャス・ライク・ディス・オールド・マンであり、これは、この老人、イコール氏のように、あなたたち若い人も、野心的であるという意味になる。ただし、エリンには、ボーイズ、ビー・アンビションズ・ライク・ディス・オールド・マンと印刷されているが、N は、U の誤色、統治と思われる。 安藤の発表の後、大島自身が、内村勘三編集の雑誌ジャパンクリスチャン、インテレジェンサー、ボリューム1、ナンバー2でのクラークについての記述で、全く同じ文章を使ったことも判明した。また大島は、次のように述べている。この時に他にも、ボーイズ、ビーアンビシャスインクリストと言ったという説もある。また、青年よ、リコのためや、 はかなき名声を求めることの野心を燃やすことなく、人間の本文をなすべく、待望を抱けと述べたという説がある。クラークが、アマースと大学在学中から、アンビション、アンビシャスという言葉を愛用し、かつ、クラークの人物の形容語として、同様の言葉がく使用されていたことは、近年のアメリカ側の研究で明らかになっており、 島松の別れに合わせていたブルックスが帰国後もこの、積物の言葉について自ら語り、否定していないことからも、アンビシャスという言葉を用いたことは、間違いないとみられる。そして他にも、ボーイズビーアンビシャス、ビーアンビシャスノットフォーマネーオアフォーセルフィッシュ、アグランティスメント、ノットフォーザットエヴァネッセントシングウィッチメンコールフェーム、ビーアンビシャスフォーザーテイニャメントオブオールザット、 A マンウォトをとビ B 少年よ大使を抱けしかし金を求める大使であってはならない利己心を求める大使であってはならない名声という上ついたものを求める大使であってはならない人間としてあるべきすべてのものを求める大使を抱きたまえと言われたという説もあるクラークは学生にカレー以外のメニューの時の米飯をお禁じパン食を推進したと言われ カレーを日本に広めたのは、クラークであるという説もある。しかし、カレーなる物語、吉田義子、1992年によれば、北海道大学には、当時のカレーに関する記録は1877年9月、クラーク離日後の、カレーコサンダースの納入記録しか残っておらず、クラークの命令もあったのかどうかは不明とされる。ただし、1881年の領植は、 パンと、肉、ライスカレーが確実で提供されていたことは確認されている。クラークとカレーを結びつける文献として古いものは、めぐみ進む漁師、1933年があり、これによると、札幌農学校では、パン食が推進され、開学当時からカレー以外の米食が禁じられていたという。北海道立文書館発行、赤レンガ81号。 1984年によれば、開拓市東京事務所では、クラーク法日前の1872年からお雇い、外国人向けにライスカレーやコーヒーが提供されていた。また、札幌農学校の前身である、開拓司仮学校は、東京に設置されている。そもそも、北海道でパン食を推進したのは、クラークの前年者とされる、開拓市顧問のホーレスケプロンであるとされ、 札幌農学校とカレーとの関係はクラーク以前の時代に遡る可能性もある。ライスカレーという語はクラークが作ったという説もあるが、クラーク法日前の開拓史の公文書、明治5年開拓史公文録8、1872年で、タイスカレー、ライスカレーの意味というが使われている。5、おさむき。